すみません、僕が笑った理由は、僕の本っていうのが楽しみっていうのを言われて、本当に申し訳ないですけど、僕自分がその僕の名前で売っている本を読む人の気持ちが全くわからないんですよ。僕自分のその本、まあ、で絶対お金払わない自信あるんで、その例えばひろゆき著みたいな本が本屋にあったとして、でへーって言って多分見るけど、ね、絶対お金払わない自信あるんですよ。だからそのひろゆきちょっていう本にお金払う人の気持ちが僕本当にわからないんですよ。すいません、だ本当に申し訳ないんですけど、はい、いやバカにしてるわけではないんです、バカにしてるわけではないんです、いやバカにしているように聞こえると思うんですけど、すいません。いや、なんだろうな、大したこと書いてないじゃん、まずだ、そのほら、僕がそのお酒を飲んで喋ってる程度のことをなんで書いたの、書いてないからね、まずね。すいません、はい、メルカリでいいっす、メルカリで、はい。いやだ、まあ、その、うん、ツイッターで宣伝はしています。だからそのね、関わってるその編集の人とか出版社の人とかはすごい頑張ってらっしゃるので、そう頑張れと思って応援する気持ちはあるんですけど、でもそれを買う人の気持ちが僕本当に分かんないんですよね。だってなんか役立たなくね。本当にすいません、本当に図書館で借りる、いや なんだろうね、うん、多少役に立つ人もいるかもしれないんだけど、本当にごめんなさい、これなんて言っていいんだろうね。なんかね、悪気はないんですよ。自分で言うのもなんなんですけど、すいません。だってそもそも僕書いてないからね。最近一応僕本出たんですけど、まあ、今回も証拠にもなく全く書いてないんですよ。後書きは書いたんですけど、ただ後書きも修正されたんで、本文一切書いてませんよっていうのを書いたら修正されたんですけど、要するに僕多分ね1000文字書いてないんですよ。でも1000文字書いてないんですけど、その編集さんだったり卸さんだったり本屋さんだったりっていろんな人が動いて、動いた大きなお金の印税をいただけるんですよ。だって書いてんのライターさんだからね。今回だって取材もしてないからね、まあ上がってきた原稿のチェックはしました。